ミハイル・ニコライヴィチ・ポクロフスキー・ミハイル・ニコライヴィチ。ポクロフスキーはソビエト連邦時代のロシアの歴史家。1891年にモスクワ大学史文学部を卒業。1905年にロシア社会民主党に入党し、ボルシェビキに所属する。1906年に党のモスクワ市委員。1907年に中央委員となる。1909年にパリに亡命し、 研究活動や党機関誌である、ナシェスローボの編集、在外等学校講師の仕事に従事する。1917年に、ロシア革命が始まってから帰国し、ボルシェビキでもなく、メンシェビキでもない、メジライオン化と称されたグループに所属した。イズベスチア神の編集委員を経て、10月革命後は、モスクワソビエト議長となり、ブレスト・リトフスク講和の会議にも出席している。 1929年からは科学アカデミーの正、会員、社会主義アカデミーの初代総裁、ソビエト史学の重鎮として、外交文書、革命資料の編集や、諸種の雑誌の編集、更新である歴史家の要請に当たった。その死後になって、ロシア共産党から除名されたが、スターリン批判後の1962年に名誉回復され、 1967年には著作集4巻が交換された。ポクロフスキー以前に指摘唯物論をロシア史に全面的に適用した歴史家はいなかったためロシア史の解説者としての権威を例人に認められることとなる。ポクロフスキーは封建制ロシアを解体する歴史カテゴリーとして商業資本を挙げた。ロシアにおける資本主義的生産の先行者としての 商業資本の存在、商業資本がロシア帝国の形成に与えた影響を大きく見積もったことはポクルフスキー史学の特徴である。例えば、16世紀社会のモスクワ国家に商業資本を蓄えた市民が存在し、教会や大貴族と対立できるほどの階級になっていたとか、ポリス・ゴドゥノーフが商業資本のゴンゲであったという把握の仕方である。この主観は、 ロシア資本主義が封建制の後に商業資本、産業資本の支配というヨーロッパと同一の発達段階を踏んでいることが前提とされ、ロシア史の発展には特殊性はないロシアにおけるブルジョアジーとプロレタリアートに更新性はあり得ないという意味も含んでいる。そのため、ポクルフスキーはロシア資本主義が更新的であったために、かえってプロレタリア独裁を実現することができたという。 主張していたレフトロツキーを批判し、資本主義の基盤とポクロフスキーが考えた商業資本を実態以上に誇張した。歴史の発展段階を厳格に序列化し、事件の経済的景気を重く見る傾向は、機械主義、図式主義、経済的唯物論という標語にふさわしい。1930年になってポクロフスキーは、工業プロレタリアートが試算して弱体化したロシアで、 革命は前進し続けられるかという問いについて、客観的条件がロシアに欠けていることを認めた。このことは、彼が、自らの経済的唯物論の限界を告白したに、等しい。ロシア社会民主党の精神的伝統を引き継いで、ポクルフスキーは、帝政ロシアまでの過去を否定し、ロシア史の暗黒面を暴露し、大ロシア人が他民族を征服し略奪した事実を、強調した。 スターリン時代にポクルフスキーが学会から葬られていたのはスターリンの一国社会主義によってロシア国家への誇り、忠誠が求められた際、こうしたポクルフスキーの反国家的な傾向は排撃されるべき考え方と見なされたためである。ありがとうございます。